お疲れチャンスラットです。今日はですね、なんとね、新環境になる前に最低最悪の LJ 環境が来ようとしてますということで、 LJ 使っていきます。さあ今マルチ上位で LJ めっちゃいます。はい、なんかね、ちょっと増えたどころじゃないですね。今まで巨スケ使ってた人たちがみんな LJ に手出し始めてて、もう LJ ばっかですね。で、一番なんか強いというか上にいるのが現在世界4位のこのチャンピオンが入ってないLJ ですね。はい、チャンピオン入ってないんですけども、まあ、なんかアチャクイ型とかゴルナイ型とか結構いろいろあるので、まあ、僕はゴルナイ型で、はい、やっていきます。まあ、チャンピオン持ってなかったこのゴルナイがね、ダクプリがめっちゃ強いらしいので、ちょっとねやってみてくださいということで、 LJ いいっすね。僕はもう LJ も好きじゃないので、使われるのが嫌なので、はい、まして止まらんやんけっていうおい、なんでって、なんで負けてんのっていう、なぜか知らんけど負けてるみたいなことがよくある。 LJ あんま好きじゃないんですけど、いや使います。はい、勝てればいいんでね。はい、使われるのは嫌ですけど使いはします。はい、勝てればね都合ええ男なんでさ、やっていきます、よろしく。で、まあ LJ は結局2周目 LJ が強いだとか、まあインドラ、この LJ の攻撃のインドラが強いだとか、まあいろいろあると思うんですけど、よいしょ。さあ、とりあえず相手はディガー。まあ、ケツ LJ できそうだったらしていいと思いますね、別に。まあ、ちょっと、ないんで、大砲置くか、ケツインドか。まあ、待ちますか。さあ、メガゴは、ジャイっぽいね。メガゴディガー。まあ、ラバだったらめっちゃ美味しいね。まあ、LJ ってラバに、勝ち確ですみたいな、とこあるんで。ラバだったら超美味しいんですけど、まあ違うかな。さあ、これダッシュで受けていくか。このね、レジャイはスケじゃないので、このプリプリ系がちょっと厄介になるんですね。ここで端前、ダクプリつけて、ジャイまでが相手がしたいことなのか、やめてほしいな、つって。いや、マジで、きつい。マジ受けがなさすぎて、レジャイでも受けちゃう。さあ、でも相手はこのエリジャイをどうすんのって話ですよね。まあ、何でもあるか。やべえ、これマジでやばいよね。これライトニング打ちていくの、ね。まあ、ライトニング防衛とかをしていく必要がある。うん、まあ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 、ここは一旦耐えの耐えです。さあ、プリプリ系がいやっすね。LJ って、まあ、施設に弱いのと、あとは硬い系に弱いんですよね。エリババとか、まあ、ミニペッカとか、まあ、なんですけど、このプリプリ系だと LJ の、ね、カウンターであんま相手のユニットは解けないんで、良さが出てこないですよね。さあ、まあ、適当に回して、これライトニング自体ですね、あれに。飛来神来るかもなんで、ジャイにワンチャン当たんないぐらい。よしよしよし、美味しいぞ、これ戻って、戻って、ユニット止まれ。いけ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 、よし。あとは祈る。あとは祈るし、とりあえず、ぶっぱ。さあ、プリンスを、いや、溶かせそう。だが、ゴルナイが走る。お？よし。これは、来てます。俺のターン。いけ。よしよしよしさ。で、これも、どうだろう、ライトニングか？いや、たる、ちょっと溶かしに行くのがいい説なんだな。よし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 。さあ、ここにはライト打って。ほい、さあ、ぶっ刺さって。熱いぞ。熱いぞ。いや、もう、終わらしてまえ。終わらして。いや、微妙に残りやつやん。ああ。いや、マジで冷静。ゴルナイで受けれそう。オッケー。端前行って。相手がね、これはもう。守れませんのグッドゲームですね。はい。ということで、簡単ですね。エリジャイは。比較的にやることはもう、なんだろう。ケツエリジャイから、ライトニング。守ってから、ハシマエリジャイ。まあ、本当に、この2つだと思うので。よし。いいぞ。ジャイプリより勝ちやすいデッキいっぱいあると思うんで。まあ、とりあえず、でも、ラバとかゴレとか、大型には強いですね。この方だと特に。さあ、ペッカっぽい人が来ましたが、まあ、ペッカとかは全然まだ戦える方かなと思いますね。結局、施設と、おい、もうペッカですね。施設ですね、LJ はやっぱ。いっちゃうか。
まあ、ペッカは、まあ、どうだろうな、良くはないですけど、もちろん。もちろん良くはないですけど、なんだろうな、マジで。迫撃砲とか、そういう、高回転施設よりかは全然戦えると思います。え？あっちくり来たんだけど。っていうなら好きがないのがちょっと、えっやば、どんなペッカよ、ちょっと待って、どんなペッカよマジで。いやでもこれでダメージ勝ってますから今えっやばい、これ怖すぎる。ペッカラムの圧着イトリトン LJ の恨みがすげえな。まあ、アチャクイニライトでトリトンに取れねーかなー、突破口は。まあ。ゆっくり行きましょうよ。さあ、ダメージ稼いでいくよ。まあ、エリジェイの一つの勝ち筋としては、こういうライトニング削りで勝つっていうパターンもあるので、このトルネリチやってるかな、もしかして。危ねえ。よし。いや、まあ、これは、やばいよね。勝てたらマジ。いや、あのペッカの後ろにもう一個絶対体育がいるんですよ。いや、そいつが何かによるっす。圧着になるかみたいな。いや、残ったら熱っ。お願い、やらんとか来ないで、本当に。よしさあ、問題はな、トリトンいるっすからね。いや、いなさそうだけどな、ザッピーとかエレキとかいないなら全然いいんですよ。いましたね、残念ながらゴリゴリいました。うん、いや悪くはないですね。まあ、特別いいかって言われるとそうでもないです。いや、エレキもいたのはちょっとめんどいっすね。でもぶっちゃけ、これ突破できん？あ、相手が圧着切るの忘れてる。よし。いや、いいぞ。マジボコボコにしてるぞ、ペッカ圧着。流れは。いや、逮捕でよかったか。これちょっとやばいかな。お、これ海と圧着一緒にできたら熱いんだよ。オシャンティー攻めタイム来てる。耐えろ。勝ったか？13秒だ。あ、来た、やば。さあ、適当に時間稼いで、やばいよね。まあでもこれがエレジャイの一つの強みですから、やっぱこうダメージ取んない時にライトニング削りができるわけですよね。よいしょ。さあ、いやマジでこれに勝てんのは激アツすぎる。まあやっぱ施設がないだけで
ADJ って刺さりやすいのでそこかなーって感じですね。さよろしく。マジゴレとかラバー引きたいっすね。サイスピアイスピってことはコカツとかかな。いやコカツとかまあタルがあるのかこのデッキだと。さあアイスピウッド、まあ高回転チックな感じかな。なんでもあるっすね。ホグロイホグ迫撃コカツ。トルネがねえのか。やべ、ミスった。26か巨ホグか。まあ26。あー、もう巨ホグも両方やっすね。めっちゃ。さあまあまあ強系を焼いていく。多分 2.6 ホグの方が相性が悪い気がする。多分ですけど巨ホグの方がまあよくはねえけどな。どうだろうな。26の方がマスキが絶望な気がする。アチクイだったらライト打ってればワンチャンみたいなところはある気がするんですけど、まあどっちもどっちか。高回転逮捕する。さあ禁忌して、問題は相手はクエイク削りがあるんで、まあ、俺はライト削りですね。だからその代わり、うん、だから相手がアチェクイ高め高めで毎回出してくるとちょっと嫌っすね。うん、低め着衣でもよかったけど、もう呪文削りしようかなと思ってるんですよね。どうだろうな呪文削り。怪しいかな。あーゴルダン走れないか。うーん、難しいとこっすね。まあじりじりいってライトで勝ちたいっす。おい来た。ずる。いやマジでこのダメージがなきゃ勝てないので、適当に守って、よし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 、熱いぞ今の。今のズルで世界変えた。よしよし、圧着急速ライト、まあ、アイスピあるけど、まあ負け筋はキングが折れちゃうことかな俺は。まあ、あとはこういうライトニング、さあしっかり呪文で守って、マジでなんかさっきからほぼライトニングで削ってるみたいなとこあるんですけどね。マジエレジェイってまあ入れば
ね、ゴレ相手とかだったらね LJ ぶっ刺さったりするけど、入んない時はマジでこのライト削りがやっぱ強いですね。施設トルネで守りも硬いので、もうライトで削って一回トルネゴレない必殺技で GG っていう。さあもうこのなんかねちまちま感が意外と大事だったりもするっすかもね。さあアーチャークイーアーチャークイーもっとなんか楽になんだろう、身がないと枯渇みたいな弾けるともう幸せっすね。うん、タルババやっぱ LJ 外周に直型のイメージがあるんでね。うわー、遅延スケラとかだったらちょっとめんどいっすね。うん、遅延スケラっぽいっすね。まあゴレもワンチャン。あ、これさ施設がさ今ないのよ。っていう、あーでもいい当たる。あーいや全然入んないね、棒っぽいか。さあということで遅延スケラっすね。アイスイズベビスケキンでポイズンだったんだよね。これポイズン打たれてなかったらもしかしたらゴレの可能性もありましたけど、ポイズン打たれたのでスケラです。さあまあ置いて大砲優秀なんで、まあこれもまたちまちまかな。多分タワー折れないと思うんですね、基本的に防衛うまいと。でもこれ走れそうじゃない、防石に行くのか。おお、マジ暇たる、暇すぎこれ、暇たる。よかったしないか、一発うい、でかい。いやマジでこの一発結構でかいっすか。スケルトンラッシュ打たれるだけ俺は嫌って感じ。うん、いやーまあ抑えた方な気がすんな、今のは結構抑えた方な気がすんな。いやーちょっと守りの同歳エリジェイ耐えたいっすね俺は。まあ意外と左を見てるよ。お、ジコレいいタレだろ。さあベビドラはインドで止めれるんですけど、スケキンの止める方法がちょっとだるいっす。これ下げた方がいいっす。いやマジ下げるの強すぎる。いや多すぎる。でもそれ強いよな、もし。いやー耐えてるよマジ。走る。いやー許容か。それは焦りのスケラッキーな。マイスイーズが間に合うかな。おお。インドラ一生飛んで飛んで。下がってもらってよしよし守って守って
ライト打っとかないとやばいっす。やばい、おぶねー、ぶね、やばいっすね。いやーセーフ。まあスケラーなんだろうな、ちょっと受けがやっぱまあしょうがないですからね、スケルトンラッシュ入るのは。なんでいかに守るか、いかにダメージね、なんかせこいので稼げるかっすね。さあこれはでかいっすね。ダックプリ型とかだと多分スケラーの防衛とか優秀かもっすね。さあナイス。さあインドラが強いっすね。インドラがまあどの試合見てもインドが強い気がすんな。インドラ無双っすね。インドラをいかに延命できるか、インドラでどんだけ端前プレッシャー与えられるかっすね。サファイスピン。おお、そんななんかラッキーある。さあスケゴール、ゴールないあるっすよこれ。エレジー対決で、エレジー対決しかないんじゃない。ああ、さあ言ったそばから来ましたね。いて、まあこれ結局お互い大砲があるんで、まあ大砲にライト打ってインドラに取るねっていうのが繰り返されると思うんす。ここのここまで釣れるっすかね。でも相手スケ型なんでちょっと違うっす。あ、やべえ、金起動した、やばいっす、やべえ。これ金起動しなければ折れてたかな。さあまあまあまあこれぐらいはいいとしましょう。まあレジェンド対決か、レジェンド対決ってすること一緒なんで、まあ何で差がつくんだろう、分かんないっす。はい、団結エレジャイでこれを守ればいいですからね。俺は守れれば、まあエレジャイに、うん、これ美味しくね。ここのダメージちょっと抑えてみて。いや、美味しい美味しい美味しい。しかもこれエレジャインだけ行くとゴルナイがこっそり走れる。あーマザニクル、あーバレてました。そうインドラー、まあ、ついけどマザニクルちょっとやだな。データズル、やっぱこのズルが強いんすよね結局。あの今大砲使ってくかな、あの大砲さえ。いや一旦もう一回ケツっすね。うん、まあ、マザネク分がちょっと行くかな。ライトニングバーチンコ早い。もう一回食います。なんだこれっつって、いけファイスピ。
あーめっちゃいい撮るね。いやー間に合わねえかなこれ。さあということで、いやミラー対決負けちったんすけど、序盤のキング起動ぐらいかな。序盤あんなことせずに普通にいちいち折り合ってたら、まあその分のダメージでワンチャンぐらいでしたかね。まあミラー対決これよくわからんっすねマジ。まあ相手はマザネクで、俺はまあなんかハイスピードみたいな、ちょっと違うことでしたね。マジこんなデッキが流行ってるからラバもゴレも来てくれないっすね。やばい、全然来ないね。大砲1枚入れてるだけできついもんな、ゴレとかも。リンドラもいてーっつったら、ラバも無理ですって。いやワンチャンこれ来た。いやマジで最悪な環境だ、マジで嫌いなんだよな、マジでやばいっすよ。新環境前に、これ新環境に連れて行くっすよ。地獄のエレシェイ環境。やべえこれ終わってんなマジ。いやゴブリンが今回強化されるからっつって、ゴブリン4体楽しみだなとか言ってますけど、エレジェにはあんまり意味ねえ。さあ来ました、エレジェ対決ですけど、ちょっとお互い形は違うっすね。相手が檻っすね、檻でみたいな。いやライトニング基地トルネード基地、あれ置いてらんか、コストがコストがよし、いけ金髪いけ、よし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 。さあということで勝ちましたね。これは今からコピーします。キセになれば勝ちです。同じことするだけです。いきます。どうしよう、同じことするだけっつったもん暇になっちゃう。マジすぎるよな。ここ芝居ちゃう。え、あれおかしいぞ。やばいよ、ちょ待って、なんでなんで、やべえかもしかして今気づいたんですけど、うん、あでもこれ回転ちょっと早くね俺。マジぐっちゃぐちゃ。ちょっと待って、ちょっと負けそうなのやばいんだけど。よしよし、今度俺の番。これ走れ。溶けてるぞ、でも相手のユニット。この右下のね、隅っこインドラが強いですね。で、真ん中に施設で誘導してみたいな。
これはもう呪文削り入ろう。40秒だ。こういうの俺に打っても意味ないです。さあ行きます。必殺ズル。はい、ライトニング圏内。ズルだけちょっと上手いんだけど。よーし、さあということで新環境 LJ 環境来ます。バランス調整来る前から分かります。はい、ということでみんなもね、ちょっとエリジャイ触っていきましょう。チャンピオンなくてもね、全然組めるんで、ね、はい、ダックプリでいきます。ということで、よければちゃんと声がもね、お願いします。お疲れ様でした。